え、症状ってどうなったんですか？8月ぐらいにぎっくり腰になって、はいはい、そっからヘルニアって言われて、で1箇所は確実にヘルニアで、うん、もう1箇所はちょっと、ほぼヘルニアだねって言われて、2箇所。なるほど。はい、どこがヘルニアっていうのを病院で言われました？声帯なんですけど、って言われました。声帯言われました。はい。ちょっとまあ、まあ、僕たちもそうなんですけども、はい、一応画像診断で最終的なこう診断した方がいいので、まあ、ヘルニアじゃないかもしれないですね。うんうん、で、結構まあ、これ安心していただきたい部分ではあるんですけど、はい、まあ、ヘルニアって言っても、はい、結構その画像診断すると、はい、だいたい7、8割の人があるって言われてるんですよ。はい、まあ、ちょっとだけでも、はい、うん、で。それと痛みって関係しないので、でヘルニアでこう出てたとしても、はい、痛みって結構改善するケースが多いの で痛みにちょっとフォーカスしつつ治していきたいなと思います。はいはい、右左って左右差あります？あると思います。どっち側にひどくなってます？しびれとか、はいはい、右側がもう結構座って立つと、うん、もうずっとジーンとしびれてる感じで、うん、影響終わった後とかはもうちょっとしんどいですね。どの辺に行きますか、右の。結構全体的に。全体。もうこの筋というか、うん、ところを。前の方に行きます。後ろに行きます。お尻とか。この腰の。腰から。から全部かけて、はい、全体的にもう。全体的に来ちゃう感じです。はい、痛いなっていうのはあって、うん。どっちかっていうのも、ちょっとわかんないぐらい痛い。なんとなくもう全体的に痛いわけですか。はい、ちょっと見ていきます。何箇所か、で見ていただいたときに何か所かあるかもしれないので、はい、結構その表側と裏側って、はい、支配してる神経が違うので、うん、上側だと前側が、はい、しびれてきて痛みで出て、はい、で下の方だとこう後ろ側とかであるんで、はい、まあ、2か所出てると両方行くんですけど、はい、それにも程度があったりとかするので、はい、ちょっと見ながら、はい、お願いします。はい、でも右には右ですよね。はい、確かに右の方が針は強いですね。はい、大丈夫です。大丈夫です。やっぱりこう左の方が動きは動きやすいですね。ちょっとやっぱり右の腰が詰まってるんで、はい、まあ、この辺からちょっとねじりにくさが出てきますよね。はい、肩周りはそこまでこうひどくはないですね。ちょっとボリボリしてますね。はい、で腕もそんな問題はなさそうですね。ちょっと仰向けになってみましょう。はい、仰向けには出てます。寝た時にここが痛い。はい、まずやっぱり引っかかりますね。タイムスクスのあるの本当に。これで痛みは出ますね。大丈夫。これは足首のところが痛い。痛みが出ます、はい。少しやっぱり足首のところと、はい、ちょっとやっぱヘルニアの毛もあるなっていう感じしますね。こっちは大丈夫です。そうだ。土がちょっと痛い。痛い、引っ張られるくらい。はい、うん、こっちは多分大丈夫ですね。で足首のどの辺に出ますかね。足首のちょっと表側の、はい、ちょうど真ん中ら辺に、うん、出ます。あとやっぱり4番、5番とか、ちょっと下の方、5つあるんですけど、はい、5つあるちょっと下の方に負担かかってる可能性が高いですね。はい、ちょっと見た感じだと、はい、4番5番でちょっと動きが悪いので、はい、角度としてですね、ちょっとですね、こっち側で、はい、とこっちの方にどっちから入れてもらっていいですか。おしっかりですか。こっち僕こっちに下げます、はい、下げますので下げられないように。わかりました。大丈夫ですね。こっち側、こっちやっぱ弱いですね。はい、うん、やっぱりですか。はい、負けちゃいますよね。負けます。
こっちも OK です、はい、こっち大丈夫ですよね、はい、うん、ちょっとやっぱり機能も落ちてるんで、まあ、神経の問題ちょっとありそうなので、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、軽微なものであれば結構この枕だけでも良くなってくる人もいるんですね、はい、うん、ちなみに近いと思って、はい、まあちょっと弱いですね、なので少しこうやっぱ腰にも負担かかってると思うので、はい、全体の調整しつつ、はい、そっちも見ていきたいなと思います。やっぱ全体の緊張は取れるんで、座ってみましょうか。はい、はい、痛くない起き上がる。今もさっきあの、はい、ちょっと起き上がる時でかばいながら起きてましたけど、はい、今すんなりまっすぐ起きてました。起きました。大事に言って、あ、大丈夫そうですか、はい、ちょっと立ってみていただいて、はい、どうですか。楽です。はい。多分大丈夫だと思うんで、はい、うん、これでちょっと様子見てください。はい、ありがとうございます。はい。